하고 계십니다. 지금부터 한일 정상의 공동 기자회견을 시작하겠습니다. 일본은 IAEA의 리뷰를 受けつつ 高い 透明性을 持って 과학적 근거에 基づく 誠実な 説明을 行っていく 考えですが 韓国国内で引き続き懸念の声があることはよく認識をしています。韓国の方々に理解を深めていただくため、今月東電福島第一原発への韓国専門家現地視察団の派遣を受けすることといたしました。 日本の総理として自国民および韓国国民の健康や海洋環境に悪影響を与えるような形での放出を認めることはないことを申し上げたいと思います。 ユン大統領のご決断により 3月 6日 に発表した措置に関する韓国政府による取り組みが進む中で、多くの方々が過去の辛い記憶を忘れずとも未来のために心を開いてくださったことに胸を打たれました。私自身当時厳しい環境のもとで多数の方々が 大変苦しい、そして悲しい思いをされたことに心が痛む思いです。日韓間には様々な歴史や経緯がありますが、困難な時期を乗り越えてきた先人たちの努力を引き継ぎ、未来に向けてユン大統領をはじめ韓国側と協力をしていくことが 日本の総理としての私の責務であると考えております。 この地域において北朝鮮の挑発行為が続き、また力による一方的な現状変更の試みも見られる中、日米同盟、韓米同盟、日韓 そして日韓米の安保協力により抑止力と対処力を強化することの重要性について改めて一致をいたしました。元徴用工問題の対応に。 우리 두 정상은 이번 회담에서 후쿠시마 오염수 관련 한국 전문가들의 현장 시찰단 파견에 합의하였습니다. 과학에 기반한 객관적 검증이 이루어져야 한다는 우리 국민의 요구를 고려한 의미 있는 조치가 이루어지기를 바랍니다. 시카타 일본 내각 홍보관께서 해주시겠습니다. 양국은 북핵 위협에 함께 노출돼 있습니다. 그 어느 때보다 안보 협력이 중요한 상황입니다. 그리고 이 워싱턴 선언은 일단 한국과 미국의 그 양자 간의 베이스로 합의된 내용입니다. 그렇지만 일본의 참여를 배제하지는 않습니다. 양국 정상께서 먼저 이동하시겠습니다. 미국 참석해 주신